極限コスプレバトル、5人燃えさせたら1万円ザ色燃え。さあ、今週も始まりました、はい、5人燃えさせたら1万円ザ色燃え。今日もですね、 AKB のみんなに商品目指して男を燃えさせてもらいたいと思います。ただ中年男性がめっちゃ喜ぶよこれ。頑張ってもらったな。そうそうそう、そういえば今日高田さんがね、また休みなんです。またなん。あの小島さんと、うん、あの新しく来るパンダを見に行くということで。いや、なんでパンダ適当すぎるでしょ。そう、そこが面白いところ。今回もこの方にルール説明をお願いしたいと思います。番組ナレーターの岩見さんです。ちょっとお願いがあってまいるんですけど、あの、はい、大島優子ちゃんにサインをいただけないかなと。もしやっていただけるんであれば、もうもっと気合が入ったナレーションができるかなと。ちょっとあのそういうので気合の入れ方やめてもらえますか。じゃあ大島サイン。はい、ぜひ。ありがとうございます。できれば最後にあのせいちゃんへと書いてもらいます。欲張りすぎやろ。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあもう岩見さんもこれでね、はいはい、もう気合い入れてくださいよ。はい、ます。それではルール説明をお願いします。はい、この色もえやは挑戦者だ。全然気合い入れてない。大変失礼しました。改めてルールを説明します。挑戦者は好きなコスプレに着替え、5人の判定員全員を燃えさせれば1万円分の食事券を獲得できる。その判定員は前回同様こちらの5人。彼らは心拍数が一定以上になるとパトライトが回る番組特製燃え判定マシンを装着。一人でも燃えさせることができなければ恐怖の罰ゲームが待っている。来たるぞ来たるぞ、今週もあのサラリーマンが、ね、あいつ要注意やからな、はい、ファーストチャレンジャー宮沢さえ。いつも元気な17歳はどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ。宮沢が今回選んだのは快適な空の旅を約束してくれるキャビンアテンダントのコスプレです。首に巻いたスカーフが清楚な印象をより強め、体にフィットしたタイトスカートが男心をくすぐります。彼女が連れて行ってくれるのは天国に一番近い萌えの島かもしれません。さあ、それでは萌えタイムスタートです。頑張れ頑張れ。本日は AKB 航空をご利用いただき誠にありがとうございます。当機はただいまより離陸いたします。今一度シートベルトのご確認をお願い申し上げます。お客様、シートベルトをお締めになってもらってよろしいですか。シートベルトの締め方がわからない。本当にしょうがないな、私が締めてあげますね。お客様、ニューヨークにはお仕事ですか。まあ、毎日ご苦労様です。え、私、私は一日だけ滞在してもうすぐ日本に帰りますよ。お客様とずっとこうやって一緒にいられたら幸せなんだろうな。かわいい。ねえお客様、これから目的地を変更することはできませんか。目的地の変更場所は一人ぼっちの私の部屋に。ダメか。あ、ダメか。頑張ったじゃん。なんでやろね、今回ラッパーが全然使わなかった。燃えんかった。桃江。お父さん、つきましたね今回も。あ、そうです。シートベルト締めてほしいです。というわけで全員を燃えさせられなかった宮沢には罰ゲーム。今回もこの方から男心を教わってもらいましょう。どうも、いじりためでございます。まあ普通だからいいかな。全然大丈夫。普通だからやだ。珍しいタレントだよ。普通だから嫌です。ケーキをここもえーってなるような食べ方をしてください。うん、いやフォークはなんで？舐めそうじゃないですか。どうよ。これブルブルベルベルベルって。どうかな。どうかな。ちゃんとカメラに向かって可愛く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 、はい。ああ、ほら多分何もしないよ。何もしないよ全然。
でもそこ少し触れた断面のこのケーキ、ここだな。あ甘いな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 。ネクストチャレンジャー大島舞、抜群のスタイルを持つ彼女はどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ。大島舞が今回選んだのはミニスカポリスのコスプレです。白いワイシャツと警察バッジは正義の証。一体これまで何人の男を逮捕してきたんでしょうか。ミニスカートから突き出た太ももはまさに燃え防止条例違反です。サラリーマンもうついてしもうたけども、今回早かったな、始まる前から。さあ行きましょう。それでは燃えタイムスタート。すいません、窓開けてもらえますか。飲酒検問なんですけど、ご協力お願いしてもよろしいですか。じゃあ私に息を吹きかけてもらえますか。ちょっとそんな遠くじゃわからないでしょ。もっと近く、もっと、はい、私の目をちゃんと見てくださいね。飲んではいないみたいだけど。証拠に現行犯逮捕します。え、なんでって。だってあなたは泥棒ですもん。私の心を盗んだ泥棒さん。おっ、方が何回もメガネを上げ下ろし上げ下ろしたそうなんや。どこが燃えたんですか。いや、捕まってみたいですね。何言ってんの。その手錠かけられたいです。見事すごいクリアでございますからね。さあ大島には食事券1万円分おめでとう。じゃあ逮捕した人と行きたいと思います。あら、誰逮捕するの。誰逮捕しようかな。あら、テレビの前のあなたを逮捕しちゃうぞ。さあネクストチャレンジャー板野友美、ベビーフェイスの乙女はどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ。板野友美が今回選んだのはラクロスサークルのコスプレです。ポロシャツにミニスカート、まさに花のキャンパスライフを謳歌する女子大生そのもの。手に持つクロスは青春の象徴です。男の萌え心に華麗なシュートを決めることはできるんでしょうか。さあそれでは萌えタイムスタート。先輩、今日は遅くまで練習付き合ってもらってすいませんでした。私下手っぴで一つ聞いてもいいですか。先輩って彼女いるんですか。え、そっか、いないんだ。あ、それじゃあもう一つ聞いてもいいですか。運動音痴だけど世界で一番先輩のことが好きな後輩を先輩だけのレギュラーにしてください。先輩っていうのでやっぱ高校生なんかはもうずっとすぐついて釘付けやからやばいっす。いや初めて。佐々木さんなんでですか。そう、佐々木さんなんでよ。さっき大島舞ちゃんの時に衣装を見てもうすぐついてたんですよ、うん、そうそうそう、エロいのが好きなんだろさあ、はあ、ということでね、クリアならずというわけで、はいはい、あちらで罰ゲームを受けてもらいたいと思います。いじりカフェ自宅的な感じで来ればいいんじゃない。そうそうそう行きなさい。何いなさい。お、何それで、それでね、叩いてくれない。やだ、大丈夫だよ、ともちん。何してんですか、名前。同じ事務所だろ。え、そうなんそうなんですか。こんな先輩やだ。こんな先輩燃えさせるためにもっと可愛く、はい、どれだけ可愛くこのジュースを飲むかっていうのをちょっと見せればいいんじゃないの。はい、いただきます。そういう、そういうこと。かわいい。いいじゃん、吹けばいいじゃん。え、何もないんですか。何もない、ない。え、何もない。怖っ。大丈夫だよ。
1万円を目指して燃えさせろ。前田が今回選んだのはウェイトレスのコスプレです。白いワイシャツとエプロンについたフリルがワンポイント、頭につけた白いカチューシャがチャーミングさを引き立てます。彼女が運んでくれるものは温かいコーヒーと燃える気持ちです。さあそれでは燃えタイムスタート。いらっしゃいませ。お一人様ですか？ではこちらのお席へどうぞ。お客様はお宅近いんですか？あ、深い意味はないんです。いつも来てくれるなと思ってちょっと気になっちゃって。あ、いけない。ご注文ですよね。今日は何にしますか？あー、また今日もハンバーグプレートですか？栄養のバランスが悪いですよ。あ、ごめんなさい、余計なお世話ですよね。でもちょっと心配なんです、あなたのことが。あの、もしよかったら私にあなただけのスペシャルメニューを作らせてもらえませんか？どうだ、この先もずっと。うん、うん、おー、まあ、惜しかったな。3人一気にパッとついたもんな。栄養バランスでパッとついた。栄養どうした、お父さん体のことを考えてくれてるなと思って。もういつも立ち食いそば屋なんで。ということで残念だった前田には罰ゲームでございます。ほいで監督カフェでございます。おお、完全に酔ってるよ。はい、あすかちゃんご指名。新しくできたのこのメイドスナック、いいよ。これあれあれなんでしょ、メイドさんでしょ、ポッキーゲーム。やっていこう、やっていこう。だいぶ短くしたよ。大丈夫、太田プロでしょ。はい、神奈月さんに言っとくから大丈夫。大丈夫。ええって言ったらこれどんどん短くなるよ。いけるか、まだいける、まだ。これもこれもあのサラリーマンのせいよ、前田。佐々木さん。ネクストチャレンジャー佐藤ゆかり、癒し系おっとり少女はどんなコスプレを選んだのか。1万円を目指して燃えさせろ。セクシーそのもの。一方で角とタイツが可愛さを醸し出しています。アニメオタクでなくとも自然と燃えてしまうのではないでしょうか。さあもう3人ついてますよね。もうさあそれでは燃えタイムスタートです。ねえ、この格好やっぱり恥ずかしいよ。やばい、いくらコスプレパーティーだからって言ったってちょっと大胆すぎない？え、似合ってる？よかった。あなたにそう言われるだけでドキドキしちゃう。あ、今女の子のこと見たでしょ。浮気したら電撃でお仕置きしちゃうよ。あの一人やここで。でもそんな急に言われても恥ずかしいな。お父さん意識して言わなきゃダメ。お父さん絶対に。うちは世界で一番ダーリンのことが大好きだっちゃ。結局肌が見えたらいいんじゃないか。肌が透けるじゃないか、あなたは。ざまあみろ、ざまあみろ、バカ野郎。本当に職
にもあの見たいんだから最初から外してこいよサングラス。いやいやもうよかったよ。やったやった焼肉だ。すごい。一応あのイジギさんもスタバットーク大丈夫？あ大丈夫です。はいじゃあこれおめでとう。いや、はい、この企画いいですね。一緒に行きます？うん、あらえうん、あれちょっと思いましたけど俺のライトは俺のライトよいせこの後新曲 PV テレビ初公開。んこの姿は。ニュース AKB の時間です。こんばんは篠田マリステルです。バンバンコバンバンコ新橋郁夫です。あらマリちゃんやっぱり顔ちっちゃいね。小ぶりで胸の方も小ぶり。違うか。それでは最初のニュースです。 AKB 最年長チーム K のクソババアこと大堀めぐみさん24歳が戦う男の情報誌雑誌キングにグラビアで登場することが決まりました。大堀めぐみさんが登場するのは人気コーナー猛殺。大堀さんはナースのコスチュームに挑戦。さらに下着姿も披露し大人の色気がたっぷり詰まったグラビアとなった模様です。このグラビアが掲載されている雑誌キングは6月13日発売です。やばいマリちゃん僕あそこがキングになっちゃったよ。続いてのニュースです。チーム A の花形篠田麻里子さん20歳が今度舞台に初挑戦することになりました。え聞こえないな。ちょっと耳元で桃色と息で聞かせてくれよ。それでは記者発表の模様をご覧ください。ずっと無視じゃねえかも。篠田さんが挑戦する舞台はザ・ドツボ。とあるマンションで偶然出会った人たちがとんでもないトラブルを巻き起こすワンシチュエーションコメディです。ザ・ドツボは7月18日から東京芸術劇場にて公演がスタートするそうです。篠田さんの笑顔が素敵でしたね。自分で言うよね。ごめんね。それでは今夜はこの辺でグッナイン。今もうキングが歩兵になった歩兵に。
先日名古屋で行われた秋元プロデューサーによる会見でついにプロジェクトの全貌が明らかに。名古屋で、この地元でオーディションをしまして SKE48、栄48というのを作ってですね、名古屋にて第2の AKB48、 SKE48 を発動。今月15日にはチーム AKB の混成チームによる名古屋公演も決定。リリースに先立ち AKB48 待望の新曲 Baby 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 の PV をテレビ初公開。中にはこんなお姿まで。新曲の配信は6月13日 i モード限定でスタート。この番組は京楽と目見てドラムのスポンサーの提供でお送りしました。次週あのメンバーが大胆サプライズ。あれもあれもあい